チキラドムデジュンです。今回はクイーンオブカードステファニー vs ハンターズというクランの対戦になってますね。結構ね、レジェンドで出てくる配置が多かったので、レジェンド配置がね、クラン対戦とかで出てくるクランからするとちょっとありがたい動画になるかもしれません。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。先行クイーンオブカードからガクト。まあ、レジェンド配置に対してレジェンド編成ということでね、普段攻め慣れてるアタックをしていくようなイメージかな。さあ、スーパーボーラーにシューターですね。まあ、結構この配置はね、昔からガクがこういう攻め方をしてることが多いですね。まあ、この配置ね、対地クロスの竹取ってしまえば、まあ、以前も確か動画にしてると思うんですけど、このシューターがね、めちゃくちゃ無双するんですよ。この右サイド、このままシングル IT の方までね、大暴れできるシューターになっていくので、まあ、その分ね、ウッドランチャーとか使えないので、本体ユニットの誘導とかがね、慣れとかいうか難しいところではあるんですが、さあスケルトンを置いてからクイーンスタートで、相手のクイーンのねターゲットをスケルトンに集めていくと。さあ追いアイゴレしていってバルーンも当てて、まあ、この辺は少しアイゴレの凍結もあるので時間を待ってるようなイメージ。さあシューターはしっかり無双してくれてますね。これちょっと投石いくな。さあぐるっと回して逆サイドにキングネクロを置いてあげて、内側にこれウォールブレーカーで、そうですね、しっかり穴木成功。キングの方も入っていきそうですが、流したかった、どうだろう、際どいね。ベビードラゴンでサイドカットを付け出していきます。シューター強いね。さあまだ呪文があって、ジャンプでタウンホールの方にも誘導ができますし、ロイヤルチャンピオンここで追加登場。さあシューターがまだまだ働いている。さあフリーズもかけていきつつ、まだトームを残しているので限界まで引っ張っていきつつ、ここでトームと。ちょっとねシューターの方にアーチャー飛んでってたので、シューターは割れてしまいましたが、どうでしょうか。さあ壁は自力で破らせてからのジャンプ誘導を狙っておりますが、ロイちゃんがもう張り切って前に出てますね。一応レイジージャンプあたりはね、手元に残してるんですが、さあロイちゃんブーメラン打ちつつ、ジャンプをクイーンにかけてあげることで、クイーンの方でタウンホールケアができつつ、残ったのは大砲だけですね。さあガーゴイルしっかり置いてあげて、自慢はないんですけど、クロークをしっかり残してあったので、これタウンホール撃破して終わりと。まあ、ユニットは全部いなくなっちゃったんですけど、回収ユニット、ウィザード、回収部置いてあげつつ、フィニッシュ。このオデヒートね、シューターの最初のバックガードが強かったですね。シューターがめちゃくちゃ最後まで生きていくって。あいつ一人でめっちゃ防衛室壊してきましたからね。まあ、これを作り上げるっていうところがね、オデヒートサポートできて、まあ、両方のいいとこが出た形ですかね。さあ、ファーストアタック全開スタート、ガーゾス。さあ、ここは相手と。レビ、アッカーマンということでね、アッカーマンの血筋のようですね。さあ、ドラドラのクローン4発 !4 発えぐ !3 とかはね、あったり、まあ、ちょいちょい見ますけど、4はえぐいな。さあ、クローンかけるんや。いけ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 。さあ、かけまくっていく。バルーンが爆裂で伸びていきますが、なんかクローンはされたけど、全然施設が壊れないですね。こうやって見るとやっぱフリーズの方が強いな。まあ、無理してなんだろう、クローン4発積んでも、4発分の仕事を全くしてないですよね、これ。どうなんだ、これ。なかなか怪しいな、今の。6時にアーチャータワーが残ってるんですが、テスラもありますね。6時、大砲もあると。さ、本当は中心部はクローンで吹き飛ばしてるはずだったんですけど、余裕で残りましたね。まあ、タウン爆破も巻き込まれたり、範囲ダメージがね、マルチ投石あたりがあったので伸びなかったってところなので、まあそういうところにね、フリーズをかけてあげれば、普通にクローン3発でもね、どっちかは壊れたんじゃないかなって思うんですけど、さあクイーンクローク打っていきますが、もうユニットが他にいないので、これは伸びないですね。さあ防衛になりそうです。思い切ったね、クローン4発。さあ、ホッサン。突、ウィズ・ラバルト。
あ、この手のボックス陣もね、昔からあるんですけど、未だに出てくるタイプの形ではありますので、取り方を一つ覚えておくと良いかもしれない。対空砲の位置がね、結構突入図にとってはね、大事になってくるんですけど、結構外周部に置いてあることで、ラバ盾の突撃艦みたいなのがリスキーになってるんですが、今回はイーグル砲の方へ。これは結構ね、対空砲が内側に置かれてるので、内側の方までしっかり入っていって、これはいいとこ落ちましたね。さあ、イーグルマルチクイーンあたりが狙えるようなところに落とし込んでいきまして、援軍もしっかり連れている。さあ、クイーンの方はちょっと届かなそうですが、壁を殴ってる反射ダメージがクイーンに入り続けて折れていく。さあ、クランジョの方にも入って、アイゴレ1体ぐらい溶かしてくれると熱いが、どうだ？まあまあまあ。このまま投石区画に誘導していくイメージですかね。さあ、アーチャーでサイドカットもしつつ、アイゴレなので非常に楽ですね、この辺。ただでも、アイゴレの衰弱効果は高く、時間はかかりますが、まあユニコーンの弱体化もあり、結構援軍外処理もね、感覚狂ってるところはあると思うので。さあ、両ヒーロー入れていきつつ、ウォールブレーカー2枚あるので、安い明けでタウンホール見ていくような流れになるかなと思いますが。さあ、1枚目はウォールブレーカー手前につきつつ、ロイヤルチャンピオンで、9時サイドからカットを入れていって、さあ、ウォールブレーカーつきましたね。いい感じ。シングルタゲられてるので、一度ここはフリーズをかけてからのフィストで爆裂。さあ、逆サイド上からラバル来てますね。さあ、ウォーデンもつけていって、タウンホールの方は問題なさそう。さあ、ポイズンを相手のロイヤルチャンピオン固めていって、クイーンの方にフリーズ、違う、キングにフリーズかけてロイちゃん延命してます。さあ、クロークでしっかりタウンホールを打てました。まあ、安い逆光なんですが、しっかりここで初手トームかましていって、マルチ投石の方、ラバにもしっかりトームがかかって、ロイちゃん、じゃあクイーンか。クイーンがまだ生きてますね。さあ、6時からトームにかかったラバがターゲットを受けてくれてるので、バルーンを差し込み、フリーズじゃない、ヘイストが2発ある。ちょっとマルチそれてるな。マルチ IT をそれてバルーンが進んできてるんですけど、まあ、バルーンの量がエグいんで、これはもう止まんないかな、時間もあるし。うわぁ、もうね、危ねえ。マルチに向かった勇敢なバルーンはここで落とされてはしまいますが、ヘイストがあるんでね、問題なさそうですね。サバピーたちはやられていきますが、ウォーデンが先に追って、ウォーデンだけでも折れそうですが、先に行かれちゃうかな。おお、間に合う。ガーサスだ。いいとついでしたね。やっぱ対空砲が内側に置かれてる方だと、こういう風にね、ラバでターゲットが取りやすいので、ラバトッツが刺さりやすかったりしますね。ガーサス。さあ、ああ、またしてもドラドラですが、今回はインビジブルを入れた形なので、まあトツウィズ系かな、トツウィズクローン系かな、本体と混ぜて一緒にトームをかけてくるタイプの。さあ、まずはベビードラカット、ラバーも1体入ってますね。クイーンで9時からサイドカットをしていきつつ、キングクイーンドラゴン展開。クイーンが若干それそうですが、内が入るかな、どうだろう。さあ、ラバをしっかりターゲットさせてあげることでトームを温存していって、突撃艦登場。キングがちょっと捕まりかけてますね。あ、ダモン、これいいトームだな、めちゃくちゃ強いな。安いで突撃艦がそれてそれて、ホーミングないか。もう切れてるからね、この辺罠があったら終了なんですけど、いいゴブリンですね。さあ、まずはゴブリンを通していくことで罠解除させていきつつ、ここから早かったのでゴブリンがクローンされてますね。ゴブリンクローンがダンホールに向かってましたね。さあ、突入図入って、キングは死んでるんですけど、ここからアイゴレがクイーンの前に登場する。ただまだリクスケが結構当たってる。どうだ。さあ、トツイズはここで落ちていって、ドラゴンの方には対空砲が、さあ、ウォールブレーカー奥までかけますが、意味がない穴開け。ウォーデン落ちないな。落ちろウォーデン。ギリギリかからない。ただドラゴンはここで落とせそう。ロイちゃんブーメラン打たせないで。あー、打たれた。ウォーデン落ちない。
ロイちゃん落ちない、クイーン落ちない。そう、早めのドヤフリーズでかましていきつつ、クロークで時間も早いですね。1分20秒ちょっと残して、1分10ぐらい残しての前回と。うん、サカズマくん、スーパードラゴンに、まあ、ちょっと細かいユニットがちょいちょい入ってる形、ライトニングが2本。さあ、まずは12時、イーグル狙いでしょうか。迫撃のターゲットバーバリアンとかでね、ひたすら避けて取っていきたいところですね。さあ、次の迫撃のターゲットもしっかりアーチャーで取って、このババアーチャーね、交互にターゲット取るのすごいテクニカルですが、めちゃめちゃ刺さるので、しっかりね、迫撃表のターゲットの着弾に合わせて、次の攻撃前にね、バーバリアンかアーチャーを出しておくことで、このシューターが守られると。さあ、9時からクイーン置きましたね。ってなると、エアスイはシングル横かな、クラン上の。ただ、こうすると兵器も使っちゃってて、まあ結構タウンホール反対からの攻めなんでね、タウンホールケアが怖いアタックにはなるんですが、レイジレイジで。まあ、逆に言うとね、防衛側はインビジブルですが、クイーンクローク間に合わない。クロークが出てしまいます。さあ、防衛軍出たか、これ。アイゴリ系なのか、そこは。さあ、ただしっかりタウンホールの方にはドラゴンたちがやってきてくれはしたんですが、欲を言うとちょっと真ん中マルチあたりの方にね、モース隊行ってくれてよかったですね。さあ、タウンホールの方は、あーらばい、これこのタイミング被るとだるいが、フリーズしっかりかけていって、タウンホールの方はまあ一応これで落ちますが、援軍被る処理だるいですね。ポイズン効果、まあ軽く避けてんのか、地味に避けてる。さあ、フリーズかけ続けて、ホーミングヒット。どうだ？折り切れそう。おー。いや、タウンポイズンこれ避け切りましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンを、スーパードラゴン当たってるところを後ろからサポートで出してあげることで、安全に処理をしていきつつ、強いな、スーパードラやっぱ。この状況で残ってんのか。さあ、ボールブレーカー3枚残ってるんですけど、これ何用ですかね。どこかジャストで穴開けしたいっていうのしかない。さあ、ロイちゃんブーメランからのフリーズ、ボールブレーカー結局引き出し用だったのかな、罠の引き出しとかのイメージだったのかな、シューター前の。まあ、特にテスラとかなさそうだったんで使わなかったっていう感じなのかな。さあ、真ん中まで折り切って、あとは時間との勝負。さあ、ボールブレーカーを当てていきまして、時間間に合うか。うわ、ウォーデン。どうだ、クイーン。キワイ。さあ、ポイズンまでかけて、早く壊れろというところですが、おー、ジャストで間に合っていく。さあ、ガーサスと。さあ、こちらのアタックもさっきのアタック同様、ドラドラのクローンとインビジブルが入った形ですね。さあ、かなり狭い面でウォーデンのライフオーラに入りきるようなタイミングで全部出していきつつ、まあ、ラバーは今回積んでないのでそれでも結構溜めてきますね。さあ、突撃艦はこのタイミングで、さあ、ギリギリまで引きつけてトームを打つのかなと思ったら、そんなこともなくパッと打っていきました。さあ、クイーンの方クローク出てますね。やっぱクローク出る機会増えましたね。これめちゃくちゃありがたい。ユニコーンのね、弱体化みたいなところがね、やはりだいぶ変わったなというところなんですが、さあ、突入ズパートにトルネが当たって少し時間が遅延している。どうだ？これむしろクローンいらなかったんじゃね？そもそもそのクラン城に落とすなら。さあ、真ん中まで破られてしまいました。微妙なラインですね。ラバハウンドが生きてるのがいいな。防衛ラバが強い。さあ、ロイちゃん逆サイド置いていく。これはきつそうだけど、なんかアイゴレまだ手元にあるな。アイゴレ持ってきてるんだ。本当はヒーローの前に入れたかったけど。
できなかったのかな。ポイズン持ってきてないので、このラバパピーの処理がちょっとめんどくさそうですが、うん、大砲をようやく落としていきつつ、さあ、アーチャーとか出していって、シングルと投石と、ロイちゃんクロスがね、2機ってなると、だいぶめんどくさそうですが、ターゲット取れるか取れない。しかもバネで飛ぶ。GG だ。さあ、それ先打ちだともう未来がないですね。フリーズに張って残ってますが。うん。罠だらけ。さあ、呪文は残りましたが、このまま終了ですね。おい。さあ、さっきのアタックもなんかこれぐらいのパーセントだった気がするな。さあ、83で終わるかな、さすがに。止まりますね。ここで終わりと。内部。さあ、クラス、食いだば。こういうタイプの配置もね、ちょいちょい出ますね。まあ、ボックス陣っていうところで。さあ、シューター投げ込んでいきます。迫撃が、そうだね、突水図対策して、対空砲を外に出して迫撃砲を内側に置くっていうことをすると、こういう外周シューターが強くなりますね。さあ、タウンクイヒーのようだ。シューター強い。このリクスケ先に打てんのめちゃくちゃいいね。このシューター強いな。さあ、ちょっとただこれはシングル捕まってたんですが、呪文打たずにクロークが出ていく。それは結構辛くなりますが、さあ、レイジをかけて、もう一回ここはフリーズ。さあ、ウォールブレーカー狙ってたとこに今回は誘導ができます。さあ、ここから援軍処理はだるい。さあ、ポイズン重ねていって、ウォールブレーカースニゴブ、シューターが爆伸びしてるのがこれはかなりの朗報ですね。さあ、キングロイちゃんで投石、ロイちゃんまで見ていきたいところ。釣れましたね。特にトラップもなかったので、これは綺麗に進みそうですが、クイーンがだいぶ時間取られてる。うわー、ホーミング。バルーン投げたいな、ホーミング。あそこ、赤枠絶対あるからね、タミングは。さあ、ラバルパートスタート、バルーンからのラバストライカー、トームで。うわー、ストライカーバネ飛んだね、今。クイーンに、行って欲しかったストライカーが。飛んでしまいます。さあ、そうなるとクロークがないので、このクイーン捕まってるのは見捨てますかね。捨てていく。さあ、防衛クイーンが残ってるのがちょっとだるいけど、シングルIT なのがまだ数で押せるかもしれないというライン。さあ、ヒーラーを引っ張ることで中心部の空のトラップを解除していきまして、防衛施設もこれで突破はできそうですが、防衛クイーンが強いな。さあ、どうだ、残り時間との勝負になりそう。微妙。さあ、インビジブルでキングを隠して回収に向かわせまして、クイーンですが、防衛クイーンがめちゃくちゃに強い。んー、強っ。うわー、しかもとどめのソラスケ。うわー、99。いや、ほぼね全開だったし、まあ、ちょっと苦しいところもね、クロック入ったりとかあったんでね。ただね、それでも99まで伸びるなら、もう本当にクイーン処理のところだけでしたね。さあ、これはクエイクとかは持ってきてないんですが、シューターどこまで見るんだ、それ。迫撃、ぶち当たるぞ、それ。おぉ？許容。
さあ、これで迫撃を壊しますが、今度下の迫撃に当たりますよ。さあ、連装に殴られて、これは、美味しすぎる。撃つか？あ、撃った。サイドカット。まあ、サイドカットにはなってるね。さあ、援軍小物ですが。はい。まあ、陸援軍なんですけど、あ、陸編成なんですけど、まあ、分かった人もいるかもしれませんが。この対戦ね、ちょっと僕とガクのところが援軍入ってなくて、ちょっと、お怒りモードだったんですけど。埋まりきんなかったんですよね、時間。さあ、ただ、中心、これ、めちゃくちゃ溶けてるね。さあ、キングに対してはストライカー当てていきますが、クローク、ドイちゃんパートの方が激重だ、レイジも外れていって、さあ、スーパーボーラーやってきたとだ。いいトラップ。時間は結構ありますが、これは無理ですね。さあ、ここも防衛、稼いでいきまして。ちょっとね、このアタックの後に、ちょっと、違う、このアタックで相手の攻撃はこれで終わり。なんか、クイーン止めになった。出た。クイーン見えなくなった。見て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 。クイーンの姿消えた。すげえすげえすげえ。これおでんなのかな？クイーンだよね。あ、おでんかこれ。おでんなのか。パソコンの画面で見てるから、レベル、数字見えないんだよね。これおでんか消えてんの。射程的におでんだな。前もツイートしたんですけどね。おでんが消えるバグがあるみたいで。すごい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 。おもろ。ぴょんぴょんしてる。しかもユニコーンついてる。いやー、また82だ。さあ、ラストアタック。グイラは。今回このアタックで終わります。この次のアタックがちょっとね、暗くなって取れてなかったんで、今回の対戦はね、もう勝負もついているので、このアタックで締めていこうかなと思います。ラストアタックやっていきましょう。さあ、バーバリアンでターゲットってウォールブレーカーつけてあげることで奥のところまで巨爆だったり、テスラだったり、ビブスケだったりを見ていきます。で、9時の、まあ、ちょっと開けてるところも一応ケアでね、アーチャー開けておくことで、まあ、その辺のテスラ罠をチェックしておきつつ、シューターを9時の方に入れていくイメージですね。クイーンはクイーンで、このままイーグル区画に誘導を狙っていきます。サイドカットにもなるのは強いね。まあ、アップデでね、緊急メンテみたいな感じでね、一瞬でこのシューター出た後、一瞬でこの範囲とかね、壁へのダメージみたいなの、すごい下方入りましたよね、そういえば。さあ、オールブレーカーつけて、これ真ん中に通していきます。さあ、リクスケ出たのが見えたの。でと思ったら見えてないですね、この人。気づいてないですね。全然見えてないじゃないですか。さあ、援軍と当たりつつ、逆サイド、キングロイちゃんを使っていくことで内側へ入れていくイメージ。まあ、どっちにしろシューターも、あそこまで行ってくれればね、どっちにしろクロスに捕まるんで、って感じかな。そう、このね、パピー処理のガゴね、赤枠解除にマジで強いから、角度、の、クヒーやる人はね、パピー処理した後のガゴのね、行く先とかなんかコントロールできるとやった方がいいですよ。タウン近くはタウン起動にならないようなパピー処理っていうのがまあ最近だとね、まあ当たり前にやっていくようにみんななったんですけど、赤枠怪獣のガゴ出せてる人いないからね。さあ、中心までレイジでやってあげつつ、まあようやくラバルパートスタートして、まあタウンホールがもうね残ってるんで、そこだけ回収してあげるイメージ。ちょっとクイーンの方が火力高かったので、ここはクロークからのフリーズと。
まあ、ワンチャンラバーいらなかった説まであるけど、まあ、他に積むユニットもそんなにはないので、ライダーとかにしてあげてもよかったかもしれないけどね。微妙だね。さあ、と回収してフィニッシュ。まあ、この配置もレジェンドでね、見かけたりもするので、クイラバーの人はぜひこれやってみてください。ということで、フィニッシュ終了。はい、ということでね、最終スコアは14対12勝利と、まあ、結構レジェンドの配置がね、多かったので、まあ、比較的レジェンドの編成そのまま攻めてる人も多かったんですけど、まあ、クイラバとかだとね、なんだろう、今のボックス配置って結構ウッドランチャー型が主流になってたりするんですけど、やっぱシューターとかでね、サイドからガンガン削っていくっていうのも強いし、まあ、クラウスと僕が選んだ形もそうで、まあ、ガックがスーパーボーラーさせたやつもシューターが大活躍というところで、まあ、レジェンドリーグはね、結構火力が密集した配置も多い環境なので、そういうところをね、いかに兵器とヒーローでアードが取れるかみたいなね、そういう考え方になってることが多い、戦術的にも。うん。トームの間にユニットでゴリ押すか、兵器でボカボカ壊して、他の枠、ユニットで楽ができるようなルートを作る、みたいなのがね、今の主流になってたりするんで、それをウッドランチャーでやるのか、シューターでやるのか、みたいなところとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、今回はちょっとね、最近の主流とは違い、ちょっとシューターが、目立った形ではありましたが、兵器だけで見たらダントツでシューターが、兵器の中で一番単独性能がね、高い兵器ではあるので、まあ、4体目のヒーロー、5体目か、5体目のヒーローレベルで大活躍させると、アドが取れるんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。お疲れ様でした。しましょう。すなろ。